FIA は2023年シーズンの終わりまでに F1 フィールドが早くならなかったことに驚いた。2022年に導入された新しいレギュレーションにより、フィールドがリセットされ、チーム間の開発競争が始まり、急速にパフォーマンスの向上が見られた。その結果、レッドブルは特に2023年に22レース中21勝を飾り、この分野でトップクラスの成績を収めており、他のレースも順調に進んでいる。 アストン・マーティンはシーズン終了間際に中堅チームからトップランナーに躍り出ることもあったが一方でマクラーレンはオーストリア GP からパフォーマンスが急激に好転したしかし FIA のシングルシーター部門ディレクターニコラス・トンバジスはルール設定2年目で各チームがこれ以上のパフォーマンスを発揮できなかったことに驚いているもう少し早くなるだろうと予想していたとトンバジスはアブなビで スピードカフェなど一部のメディアに語った。どのくらいかは言えません。明らかにフロア規定を少し変更したからです。2023年に向けて、昨年チームが経験したネズミイルカ対策として、フロアの変更が行われた。これにより、ディフューザーのスロートが上昇し、ドライバーが利用できるダウンフォースの量が減少する効果があった。現在の地面効果ルールでは、車が地面に近づくほど、グリップが向上する。ただし、 車の下の気流が滞り、車が付着して再び失速するときに、振動が発生する可能性も高まる。今年の初めに、バーレーンで、マックス・フェルスタッペンは、前年に、シャルル・ルクレールが記録したよりも、0.85秒早いポールタイムを記録した。先週末、フェルスタッペンは、2022年より、わずか0.379秒早かったが、年間の数字、同等のイベントの場合では、予選ラップより0.506秒も短縮された。 フェルスタッペンは2023年に12回ポールポジションからスタートしたが、ルクレールは土曜日に5回ポールポジションを獲得し、2番目に良かった。ハンガリー GP ではセルジオ・ペレスト・カルロス・サインツが2度トップの座を確保し、ルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。コメント FIA は2023年シーズンの終わりまでに F1 フィールドが速くならなかったことに驚いたよ、コメント。 もっと早くなることを予想していたようです。このことと、レッドブルの快進撃は関連があるのでしょうね。